東北テック道場、郡山道場事務局の吉永と言います。よろしくお願いします。えっと、あと講師の山田さんです。ええ、まあ、東北テック道場ですね。えっと、九月、あの郡山道場が九月からですね。スタートし始めしまして、えっと、先日十二月五日に最後の発表会を終えたところです。 でトークテック道場っていうのは、えー、放送見ていただければ分かりますが Android のアプリをみんなで一緒に作ろうという会ですで、えー、と全部無料ですで講師もですね実はプロの、まあ、実際に、えー、仕事としてエンジニアとして働いているメンバーが揃っていますので、えー、ぜひその方たちとですね、えー、まあほプログラミングだけじゃなくて仕事の話だとか あの福島の話だとかいろいろ語られればなと思ってますのでぜひ遊びに来てくださいえと次は2月からですねえ場所は郡山のまざスせでまたやろうと思ってますのでぜひよろしくお願いします特にあの高校生とか中学生とかですねえと若い世代にもぜひ受けていただきたいと思ってますで 皆さん一応パソコンをも持ってきてもらってるんですが、あのもし持ってないよって方でもあの受けていただけるようにあの準備しますので、ぜひ来てください。じゃ、山田さん、最後に一言だ、はいた、はい <laughs> 言いたいことを全部言われてしまったんですが、まあねまあプログラミングをやってるとやっぱどうしてもどっかで詰まったりとかね。一人でやってる時にくじけそうになる時ってあると思ってるんですね。で、自分がそうなんですけど、まあ誰かね。一緒にやる人が。 いるとか誰か聞ける人がいる、相談できる人がいる、あるいは目標にできる人がいるっていう環境にあると、ぐっとあのスキルが上がったりとか、モチベーションが上がったりってことがあると思いますので、そのそれのきっかけとしてね、この郡山道場というのが一つのきっかけになればいいと思ってますので、もし興味、ちょっとでもね興味ある方いましたら、足を運んだり、あとまあちょっと問い合わせてみたりとかしていただければなと思いますよろししくお願いします。